どうもこんにちは、極真空手歴20年以上のオークと言います。本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております。大道無門戦士防御大山摩擦が生前よく引用していた漢文だといい、それを自らの戒めに使っている皇帝もいると聞きます。大山道場には3人の初代師範代がいたといいます。予告前切りの安田英二、豪の組手をした黒崎武時、そして華麗で銃の組手の実践者大山摩擦が創設した極真会の前身大山道場、そこで修行をしていた者たちの中で大山摩擦と師弟関係がある、先輩後輩の間柄でその普及道場を成り立たせるため夢の実現のため協力していた者がいます。それこそが今回紹介する俳優としても大変に有名な石橋正史です。石橋正史は本名を石橋正美といい、中学高校の頃は柔道部に所属、その学校が体育会系部の力が強く、演劇部の友達が部費が取れないと泣きついてきて、見かねて二股という形で入部したところ、その演劇の方にはまり、その流れで日本大学芸術学部へ進学、俳優を続けることになったといいます。その後浅草にある豪十流の本部道場に通うようになり、やがて大学の豪十流空手道部主将となります。大山摩擦の間柄は豪十流の先輩後輩、その頃大山摩擦は理事をやっていたという、年齢は9つ離れており、最初の出会いは飲み屋で喧嘩を売られ、その相手がヤクザ。いざ引っ込みがつかなくなったところ、そのヤクザと一緒にいた武道の先生が、大山摩擦を知っていると聞かれ、知っていると答えると、ここへ連れてこいと言われ、いきなり夜中に自宅に伺うと、分かったと言ってついてきてくれて、喧嘩がチャラいな、そこが始まりだったと言います。それから何年かして昭和31年、南本という人を通して連絡があり、道場を構えるということである程度の格好をつけないといけない、そこで空手の基本から系統を立てて教えてくれるものを探しているという打診があったといいます。しかしその時石橋正史も日大豪十流空手道部主将を務める身だったため、豪十流から脱退した大山摩擦のところへ行くことは許されるべきではない、おいそれと返事をできないでいると、いわくいつもの調子で、君なんとかな、なんかなってなもんだろという話です。それでいろいろ考えた結果、じゃあこうしましょう、僕通り道ですから先輩のところに寄ったということにしたという話になったと言います。事実として大山摩擦自身、石橋君は弟子というよりも私が海外に行っている間道場の指導を手伝ってくれた貴重な人ですと語り、後年極真会の7段を送ったという話、さらにはその当時の貴重なエピソードとして空手爆破駅伝の中にも紹介されている親指と人差し指で曲げる十円銅貨曲げを見たことがあると証言しています。その頃の道場には変わったものも、石橋正史が教えるようになってからちょっと後に黒崎武時がやってきた、さらに街を歩いていると地元のヤクザが挨拶してきた、力道山のところの若手レスラーが習いに来ていた、初代女子プロレスのチャンピオン豊田明美とかもいたりして、大山摩擦は
何でも教えるという感じで、その中に春山一郎や大山茂、そのずっと後に大山初芦原秀樹、山崎輝友がいたといい、手取り足取り教えたと語っています。石橋正史はそれまでいきなり鍛錬だったものを柔軟体操から始めて、単純基本、複合基本、型、それで自由組手という風に系統立てて教えたといいます。その組手については実際に大山抹殺とも行ったといい、その頃の大山空手を喧嘩空手と称されているのもあり、組手の相手がなかなか参りましと言わない場合、道場の羽目板まで追い詰めて連打を浴びせる、それを羽目板稽古と呼んでおり、暗黙のルールとなっていたといいますが、石橋正史と大山抹殺の組手ではこのような感情的な展開はなく、それは互いに尊敬し合う関係であること、さらには石橋正史が実際に三師範代の紹介で言われているような円を中心に円を描く十の組手の使い手であったためであると言われています。章の旋回で紡ぐ波形、小手打ち、円形逆突き、猫足立ち、首都上段受け、逆技、弓張りの構え、コケ受け、肘打ち、後方、スーパーリング、現在では名前すらなかなか出ないような軽の技での理にかなった美しい動き。それについて同じ日本大学の後輩である第1回全日本大会優勝、その後も華々しい成績を上げ、キックの世界でも想像を超えた結果を残し、伝説的な空手家として日大の花と歌われた山崎輝友、真似したのは大山抹殺館長と石橋正史先生だ。体を柔らかく使う石橋先生は51体の空手で2人には極めたものがある。石橋先生は私の組手の原点、綺麗で大きく構えを大事にし、独特の動きは柔らかくしなやかで何より強かった。組手をしている最中でも弓受けの構えを使い、これをやられると石橋先生の懐に入れなかった。今も空手の指導をされているが、80歳とは思えない技のキレとうまさには驚かされたと語り、実際に石橋正史も白帯の頃の山崎輝友に才能があると見込んで、合同稽古の後に手取り足取りマンツーマンで特別に教えていたといいます。その後全日本選手権で優勝した際は、山崎輝友は第一報を石橋正史へ伝えている、さらにワイン会社の顧問をしている傍ら、それを送るなど師弟関係は続いていたという話です。ローヤン発音はその強さについて、長身でとても柔軟な体を持ち、送信でどちらかというと空手家タイプではなかった、ベンチプレスで80キロはいとも簡単に持ち上げていた、正拳でついてきたら受け入れて同時にもう一方の手の裏剣で攻撃していった、前に攻撃していくと横に伸び、後ろに引くと同時に攻撃してくるという具合で動きが全然見えない、前蹴りもそのまま関節を返して上段回し蹴りを持っている、まるで石橋先生の操る人形になったようで、何回となくその手と足で顔を撫でられる。それでも組手が終わると必ず、あそこが悪い、こうしたらよかったとアドバイスしてくれと、その偏見自在の組手、柔らかさ、そして垣間見る強さ、それを証言しているようでした。まさしく現代の世界に広がる極真空手、その土台、骨子、いや果ては肉までも、それを作り上げ、積み上げ、伝え、育
育て上げた戦士豪傑、その大山抹殺の言葉通りの人物といってもまず間違いない覚えておくべき偉大なる武道家といえるでしょう。私は引き続き石橋正史、その彼の語った空手の持つ役割、武道の意義、そして本職である俳優業、それが武道と交わった時にたどり着いた境地、それらを皆様に紹介させていただきたいと思います。ですのでぜひ高評価コメントの方よろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。